糸カ鉱山。糸カ鉱山は、北海道網走市町、現、オホーツク総合振興局管内所郡ルベシベ町、現、北見市ルベシベ町にあった鉱山のことである。良質な水銀が採掘できる鉱山であった。ちなみに、糸カとは、アイヌ語で、光り輝く、水の意味。座標。糸カ鉱山糸か区、元山座標。 糸村鉱山を大区地区1936年、昭和11年の暴風雨の際、倒木の撤去作業中に良質の新車を発見した。1941年、昭和16年頃から当時の野村財閥の資本にて本格的な採掘が始まる。主要鉱石が自然水銀という世界的にも珍しい鉱山であり、他の水銀鉱山においては新車が中心。 採掘機器の熱によって、無機水銀中毒を引き起こす、恐れのある、水銀蒸気が発生したために、防毒マスク着用して採掘した、また、水銀蒸気に対する、中和剤として、イオン合剤も構内に散布された。ただし、重労働による疲労と熱気などから、マスクを外してしまい、無機水銀中毒にかかるものも多かったと、一般的に新車が、 中心の水銀鉱山では、潜鉱を行わない、無潜鉱か、行っても手潜鉱に止めることが多いのに対し、糸無課鉱山では、荒鉱中に、自然水銀が多く精錬を経ずに、水銀の収集が可能でること、荒々金が湿り気を帯びた粘土質であり、直接の精錬が困難であることなどから、精錬の、前に浮遊潜鉱による潜鉱を必要とした自然水銀の大半は、 浮き船工程の前段階である、湿式クラッシャーに設置され、水銀の比重を利用した自然水銀補修機で採取され、精錬を経ずに除塵され、生成水銀として製品化された。現在も保存されている、先行上はこの名残である。精錬は一般的な上流精錬であったが、鉱石の火焼き庭が用いられた。水銀鉱山は世界的に見ても前例が少なく、 さらに糸ムカ独特の自然条件が重なったため、先行や精錬は、鉱山独自の研究による技術開発が進められた。水銀が貴重な軍事物資だったこともあり、桶戸町に資産を開発、終戦後に閉山するなど増産を重ねて、戦時中に生産量が最大となり、東洋一の規模を誇った。戦時中には水銀を使用した農薬の研究も行われ、戦後に、 旧野村工業から独立した北京科学工業の原型となった。戦後の一時期は野村財閥解体の余波や軍部が備蓄していた水銀ストックの市場放出による価格低迷などから通常の水銀生産を中止して水銀系農薬を製造販売したり食料対策用の農場で小豆を生産して羊羹を駅売りしたりするなど経営の混乱が見られた。 しかし、1950年代以降は乾電池、蛍光灯、船底塗料などの材料として、再び増産を開始、採掘が続けられた。その後は、アラスカ産など安い海外産の鉱石にシェアを奪われ、採掘部門の縮小、不足分を、アラスカ産鉱石で補充や、精錬所の改良などで、コスト削減に努めていた。しかし、水俣病問題を発端とする、 公害問題により、重要な顧客であったソーダ工業での水銀使用廃止、1973年などによって、水銀の需要が低下。1970年には大規模な人員整理が行われ、鉱山の規模が数十人に縮小した。1974年、昭和49年に採掘を中止した。なお、閉山後の多くの校内労働者は、 技術者として、日本各地のトンネル工事現場に壊れ、新着のスーツを着て、山を降りていったという。気象条件の厳しい山間壁地であったが、鉱山の創業が本格化するにつれて、企業城下町が形成。最盛期には、人口5000人を超え、多数の近代的な住宅施設や、小中学校の文教施設、映画館などの娯楽施設が建設された。村の鉱山町は、 山本と言われる採掘を行っていた糸村地区と、大間地区と呼ばれる、先行、精霊、事務を行っていた地区に二分されていた。戦後、糸村地区は、経営合理化などから次第に縮小し、1970年代には、山本の労働者は、大間地区からバスで通勤することとなり、糸村地区は消滅した。1974年、昭和49年の閉山後は、 大町も事実上消滅。後日の野村高山糸無加工業所の従業員は自動車等出た地区から通勤。同地区の多くは野村高山糸無加工業所の敷地となっている。産業遺産として極めて重要とする声がある。大町地区の野村高山糸無加工業所内にある先行場はルベシベ町、現、北見市の登録文化財に登録されている。 工場構内にあるため一般観光客の見学は不可能である。国道39号線から糸向か鉱山へと向かう道路の国道との分岐点の一角には現在糸向か鉱山発祥の地の記念碑が立っている。軍事物資としての需要もあり、鉱山の開発は急ピッチで行われた。このため一部では労働者を拘束して働かせるタコベヤ労働が取られた。 終戦直後、労働条件の改善を求めて、彼らが暴動を発生させたことから、事実上、タコベヤ制度による採掘は中止に追い込まれた。鉱山としての使命は終えたいと無課であるが、閉山直後から水銀含有廃棄物の処理事業が開始された。現在、日本で唯一の水銀含有廃棄物、電池、蛍光管等の処理、リサイクル工場として、 事業所が創業を続けている。また、日本で唯一、水銀地金を生産している、精錬所でもあり、生産された水銀は、蛍光灯や、測量機器向けに再利用される。なお、採掘跡地や、球体石上から出る排水処理も並行して、行われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。